かしら。でも私たちは普通に樹海から出ただけだよ。何おかしなこと言っているの。これは白チームだったのかしら。そうとも考えることしかできないわ。トリム、北側のエリアからは出れたわね。あ、そうだね。さっき石板機からメールが来たんだけど、石板機が海の見えないところに勇気をかざして触れてみると、それが最先端となるらしいのよ。この樹海から出てそれを見つけたんだし、押してみるしかないわね。押すことで北側のエリアはクリアってこと。そうだね。でもこれだけじゃまだ入れないような気もするわね。他に調べるところだってあるし。他に調べるところって？まあ今度は西側のエリアに行ってみよう。西側のエリアにも最先端なるものがあるに違いないと思う。ああ、なんて綺麗な背景でしょうか。こんなにも綺麗な背景、小石さんと一緒に見たかったな。サブロマンチックなんでしょうね。でも私と見ることは今はできません。でも小石さんに会いたい。会わなくてはならないのです。そう信じていけばきっと会えるんでしょうね。おやおや、こんなところでどうしたのさ。あ、あなたは？私は旗の心と申す。なんだ、初対面か。ところでなんでここにいるんだ。私は小石さんに会うためにこのスクエアに来たのですが、なかなか小石さんに会うことができません。でもどうしても会いたいので離脱しようがありません。このまま観光を続けてでも小石さんを探さないとならないので。ふむ、用務は小石にご用か。大丈夫、このテンブルスクエアには小石は来ているから。それは本当ですか？ああ、本当さえ。諦める必要なんかない。心さん、ありがとうございました。コンパク用務、あれはこの世界のものではない感じがする。ということはまたもう一人が現れたとでも言うのか。ふ、最後まで確認してみるか。それだと良い記録帳も作れそうだしな。研究、研究、と。はい、こんにちは。今回は西側のゲングルリゾートで開催されるイベントのお話をいたします。イベント、それは何でしょうかね。ふふふ、ゲングルリゾートは豪華そうな住宅街が並んでいるのもあって、海も近いし、まさにリゾートって感じがある場所らしいんです。で、イベントの詳細は？なんとケンブルリゾートでは前人未到、足だけで海をレースするという、ゆっくりには足がないのにどうやってするんだと突っ込む。あなたはこれはゆっくり茶番だから、その辺の細かいことはいいんだよ程度でお済ませくださいませ。っていうか、もうちょっと普通かなと思いきやインパクトが大きいですね。ま、怪我人とかが出ない程度のグリーンゾーンもあるので安心です。それと参加賞とかもあるのでぜひ参加してみてくださいね。カヤックがやらかした。ちょっと、そんな面倒なことで済まさないでくださいよ。こっちも今のニュースを終えたというに。あれは全部廃棄処分ものだったの。そりゃあ、惜しまず燃やさないと、置いておいても意味ないでしょうに。それにリサイクルするスケールがあまりにも余ってるんです。保留せず、続けていってくださいよ。あ、それとそこの物資には来月使う予定のものが入ってるんだ。それを大事に扱ってくださいよ。この資料、夜なべしてまで作ったものなんです。間違って捨てたりしないでください。見苦しいところ失礼しました。ケンブルスクエアの北側に位置する樹海ゾーンには多くのアウトローたちのパーティーが休日を使い訪れているそうです。何でも樹海に行くと奇妙な出来事に遭遇するのだとか、命の危険を晒してでも行く勇気があるならば行くと良いでしょうね。でハでハ、今日のニュースはここまででした。やむを得ないってことは意味も論破することができないんだよ。だから、それなりの権利があるから、逆らうことは到底できない。ま、僕みたいになると、そんな話はバカみたいなもんさ。当然の権力者も逆らえないほど、偉大であるからだ。ま、こんな茶番みたいな話をするよりかはね。そういえば、僕の可愛い子はどうしたんだろう。前から姿を見ないんだよ。もしかして逃げ出した？ならば、連れ戻さないとならないね。余計な仕事を作るね、ほんと。今の着信はなんだ？私の聞き間違いか。
そうだといいんだけど。ここが西側エリアね。ほう、リッチな住宅街が並んでいるのね。私の城と比べるとこっちに負けそうだよ。いやいや、地球中はすごいから。あらあら、あなたたちも来ていたのね。暇じゃない？ここはいいわよ。なんでも美味しいものがたくさん食べれるから。ほんと、私食べたいな。そうだ、暇。私たち西側はあんまり知らないから教えてくれないかな。いいわよ。ここはテンブルスクエアの西側に位置し、お金の余裕を持って住民がそこに家を建て暮らしている。中には別荘を建てるなんて人もいるわ。だからお金の格差を比べるに等しい場所かもしれないの。まあ、私はどっちでもいいんだけどね。お金で勝負してんのか。変わってるな。みんな全身でそうやってるとかものすごく大変になるんじゃない？私はそんなところあんまし関わりたくないからな。まあ、無視しておけばいいんだけどね。そういや、こっから進んでいくとフローデスグラウンドっていうところに行けるの。一度は行ってみた方がいいわよ。気になる気になる。気になるでしょ。この西側エリアに来たってことは同時にそのフローデスグラウンド見ておかなきゃってならないの。海も眺めるのもいいけど、そういう場所にも行かないとね。現地に行けるのね。楽しみ。ちなみにそのフローデスグラウンドは具体的にどんなところなの？緑が見えてあるものが見えるの。すごく大きいから。あるもの、もしかして私の体を覆ってくれたのかな。どうだろう。何かでここをコントローションと関わってなければいいんだけど。ここがフローデスグラウンドね。ねえ、あれって墓石に見えないかしら。見えなくもない。って思いっきり墓石じゃないの。なんでそんなものがあるの。何か怖いわよ。こいつ、あなたは夢を見たって言ってたよね。え、急にどうしたの。なんだかよくわからないんだけど、この墓石の前に来るとどういう感覚にも慣れてしまっているの。それにあなたが言っていた夢も気になるね。あ、私が見ていた夢ね。でもあれは過ぎてる夢だとは今さらながらもわかってるよ。君の顔に入ったり、君の絵世界を見たり、君の枝に入ったり、君の光景を見たり、あと夢の中で私の特殊能力が発揮できたように。え、あれは夢の中で発揮することができるんだ。まあ、特殊能力の条件がいまいちわかってないんだけどね。それでも発揮できるってことが証明したからいいじゃないの。まあ、いいんだけどね。それで私たちがもう一つやらないといけないことがある。それは何？それで決まったマリサと天使を探すことや。今もどこかで私たちを探してるに違いないの。ああ、そうだったわね。なんかいろんな情報が頭に入るからすっかり忘れてたわ。よし、今度は東側エリアに行こう。それもマリサと天使を探すべく。ふふ、コウチさん、見つけちゃいましたよ。まさかこう簡単に見つけられるなんて。私は嬉しいです。来月はあなたに会えるんだね。ふふ、コウチさん、待っててね。何？あちこち探しても見つからない？諦めるな。無能。探せ。探さないと僕の命が泣いてんだよ。さっさと探せよ無能。無能に諦めるなんて言葉はないぞ。無能は無能だし、僕のためだけに生まれた存在だ。無能に希望も未来もない。ただ働くことが一生なのだから。無能は働くための存在。だから、はは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 。無能、ざまあ、わら。